金曜日18時になりました。こんばんは、西陣180です。京都西陣でこれまでのものづくりを180度ひっくり返すようなことがしたいと作り手3人で活動しております。このチャンネルでは毎週金曜日、着物好きの方に知ってほしい情報を作り手目線でお伝えしています。さあ、今日のテーマは何でしょう。今日はですね、皆さんが知ってるようで知らない帯の仕立てについてお勉強したいと思います。仕立て教えて大賀先生。今日はね、お仕立てをについて、お勉強できたらなと、皆さんと一緒にお勉強できたらなと思っておりますが、はい、まずね、西陣で一番作られている袋帯について、ご説明させていただきたいと思います。袋帯っていうのは、名前の通りね、袋帯と書きます。で、帯がこう袋状になってるんですね。それで袋帯って言うんですけど、通常あの袋帯って、いろんな作り方があるんですけど、この袋のまま初めから織る方法とかもあるんですけど、一般的に流通しているのは、いわゆるこういう縫い袋と呼ばれる袋帯なんですね。縫い袋、縫って袋にしているという帯が圧倒的に多いんですね。その縫う作業を、やっていただくのが西陣の仕立て屋さんというご職業で、で、今日はその仕立てについてなんですけど、今川さんとこの帯ですよね、これ。はい、はい、これは表地と裏地を両方とも弊社で織ってます。今川さんとこで織って、で、別々で織って、それをこう仕立てしてるんですね、はい、そうです。袋帯にするために、我々織屋ね、メーカーは、帯を織るんですけど、今川さんとこも、私とこもそうなんですけど、安田さんとこも袋帯製造してますよね。で、基本的にその織屋が表と、あと裏ね、裏地裏は大体こう、無地になってますからね。これを合わせて袋帯にするんですよね、普通はね。はい、私とこも今川さんとこも安田さんとこも表と裏を同じ織屋が織って、自社製品ですね、袋帯にするんですけど、実は西陣ね、圧倒的に今流通している帯はほとんどは、実は織屋さんっていうのは表だけ作るんですよね。で、西陣の裏地屋さん、実は隠れた職業として、書いてください。実は裏無地を専属で作ってる裏無地屋さんっていうのがありまして、で、そこの裏無地屋さんで作った裏地と自分ところで作った表地を、縫い合わせることによって袋帯にしてるんですね。で、ここで合わせた仕立てっていうのを仮仕立てと言います。仮仕立てね、僕たちが出荷する段階では中に芯の入れれるように、芯の入れる手前の段階、仮仕立てという状況で出荷する。これが仮仕立ての状態ですよね。表地と裏地を縫い合わせて仕立てた袋状になった状態を仮仕立てと言います。基本的には仮仕立ての状態ですよね。仮仕立てのままで小売店に並びます。並びます。小売店で、袋帯を購入しはると、帯芯はどうしますかとか、そんな会話が繰り広げられます。そして、皆さんが買わはったら、皆さんの好みの帯芯を入れて、ここから帯は一回仕立て屋さんに行くんですね。ね、また仕立て屋さんに行く、はい、この仕立て屋さんっていうのは、僕たちがこれをお願いしてる仕立て屋さんの場合もあるし、全く違う仕立て屋さんの場合もあります。そして僕たちは、この段階はほぼほぼ関わってない。小売屋さんと仕立て屋さんとの間でやり取りをしてあります。ここがだから、いわゆる本仕立てっていう部分ですよね。はい、はい、
だからここが仮仕立てやったのが出来上がったら本仕立てで帰ってくる。名古屋帯というのは、名古屋で開発された押し立ての仕方でもあるので、仕立てとは非常に関わっているんですけど、袋帯と違って表地だけしかないですね、うん、この丸巻きの状態で売っております。ただ表地だけとか言うても、実は、こんだけ分、約3尺分だけ、スタートの裏地がついてます。ですから、タレからお太鼓の間の後ろ、お太鼓の後ろぐらいまでが、裏地がついておりまして、ここまでしか裏地がございません。ですからこの丸巻きのままご販売しているんですけれども、その後押し立て回っていろんな仕立て方になるんですけれども、仮仕立てとかいうのではなく、丸巻きのままご販売するのが名古屋帯です。やっぱ織屋さんからもうこのままこのまま小売店さんだなんですよ、ね、裏地いらないのでね、はい、でもう仕立て屋さんで本仕立てになって皆さんに届く、はい、名古屋帯は仮仕立てがないんですか？ないんです。ないですね。仮仕立ての西陣の皆さんが使われる仕立て屋さんっていうのは決まったとこがあるんですか？大体ね、西陣にある仕立て屋さん何社かあるんですけど、はい、そこがもう専業でやってますね。仕立て屋さんってやっぱ京都に多いんですか？西陣に多いですね、この仮仕立てしていただくとこは、はいはい、でそこがこう各織屋さんの、まあ、ニーズとか好みとかを伝えて、仮仕立てもいろいろあって風合いを変えたり仕上げたりするんですけど、それをこうまあいろんな仕立て屋さんがある中で、まあ、選別して、で我々が思うベストな袋帯の状態にして仮仕立てをして出荷すると、そういうことをやっていただいているのが西陣の仕立て屋さんです。西陣の仕立て屋さんから一社また180に出ていただいて、そうです ね、押し立ての話も伺いたいと思っております、はい、勉強しましょう、はいはい、ということで、今回の話は振りです。次回西陣の仕立て屋さんの中畑ソーイングの中畑さんにご出演いただいて、仕立てのあれこれ、そういうところをお伺いしていきたいなと思っております。今日はね、こうやって仕立てのいろんな方法というかをご覧いただいたんですけど、まあ、仕立てを知ることによって、着物を着る方がね、まあお好みの風合いとか、ちょっとお好みの帯にまた変えることもできるんでね、絶対知っといてもうたら得することばっかりですので、ちょっと来週も期待してください。ということで、来週は、ね、西陣の仕立て屋さんの中畑ソーイングの中畑さんに出演いただいて、押し立ての難しいところとかいろんな話をお伺いしていきたいと思います。仮仕立ての、時に2タイプ、直線縫いと鏡縫いというこの2タイプの仕立て方法がありまして、帯芯でもこんだけ種類あるんですね。いや、本来今ここにお持ちしているのは4点だけなんですけども、うん、本来ならばそれこそ私どもで扱っている帯芯で大体20から30点、そうなの、というような、チャンネル登録して来週もご覧ください。以上、京都西陣から西陣180でした。また来週、来週見てください。